わっさヤンピマルです。そしてわっさグリムです。お願いします。ということで今日はですね、めっちゃめっちゃ久々に10人企画のメンツとねやっていくんですけども、グリムさんお久しぶりです。お久しぶりですということで、ね、今日は何をねやっていこうかと思うと、題してモーティスを守れ、トゥルルルイン。はい、ということで、モーティスを守れなんじゃそりゃと話になると思うんですけども、はい、まあ基本的にね、ルールを説明していきたいと思います。いや、はい、まあエメラルドハントですね。モードはエメラルドハントをやるんですけども、モーティスを使う人、でもモーティスは絶対入れなきゃいけない、これはもう確実なんですけども、はい、モーティスを使う人は石しか拾っちゃいけない。で、取り行く際に、取り行く際と逃げる際のシュッシュは、まあ敵に当たっちゃってもまあギリセーフかなって感じです。細かいルールはそこら辺です。で、モーティス以外の人ですね、最後の人は、まあ、モーティスをね、殺すとか、まあ、適当に人を殺す、人を殺すってもうやばいね、それは。人を殺す。敵をね、倒すんですけども、その際にね、石を拾っちゃったとか、試合中に石拾っちゃったら、まあ、死ななきゃいけない、その場に立ち止まって。はい、で、その敵を倒すのは、モーティスも倒してもよい。モーティスがそいつの、その止まってる敵を倒してもいいし、まあ、味方は誰でもいい。って形です、はい。OK でございましょうか。OK です。はい。まあ、基本的にそれだけです。問題っていうか、もう縛りは。ということで、ズズグヤで行きましょう。ポティキ。もう人気、俺モーティス使います。自分もモーティス使います。せい。やーば。もうなんか、キムチ、オツやん、それ。いや、これ、初動取られるんだな。初動、グリームさん遅くないですか？やばい、もうキムチ鍋が落ちてる。いやー、どうしようかな、これ。もうなんか、ティックがね、もう、必殺技のあれしかね、需要がないっていう。ここによーっと。ウルト飛ばされそう。オーケー。これさ、石を取らせに行こうかな、俺。最後に、最後に一気に。いでやべやべやべやばいね、これマジでやばい。これおげ、いや強い、なんか傭兵とかのなんか使い方が強い。おーしおし、どこに、え、グリムどこ。あ、なるほどね、そういうパターン、ね、俺動けないですね今。なるほどね、なるほどね。あ、いや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 ー、危ねーおー、くっそ超危ねえじゃん今の。ナイス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 。オッケー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 。ちょっとね、これいやちょっと一気に持ってたのが強いかもな最後。それだってか、強くね、それ。うわー、取ってみ、いやー、いてぇ。うまい、やばい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 。ティックがクソ腐ってる、これティックの腐り方は半端ない、すごい。オッケーオッケーオッケー、助けて助けて、ミクロミクロ助けて、行ってくれた。え、取れた、マジか、やばい、死ぬ、マジで死ぬ。いやーやばいやばい、このギリギリのせめぎ合い本当にね、これ毎回これ。いやー、取れんかったし、死ぬし俺多分これ。いやもうこれティック、あー取れない、うわ最悪だわこれ。いや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 、もうブリー、アイブリーティック強すぎ。まあということで、これね BO3 でやっていきたいと思います。1点先取されたということで、場所変えていきましょう。いやマジか、ティックもうなんか落ちてたな腐ってたね。ダブルレールティックはやばかった、ちょっと。いや、てか、ティック強いけど、編成な、はいけど。あ、そうだ。そう。あれはもうちょっとね、ティックオツオツでしたね。はい、ということで、モーティス使う人はずれていきます、どんどん。だから全員1回使う感じですね。で、BO3 っていう形で。ナタ君が、こっちはモーティス使います。はい、こっちはミクロです。よろしくお願いいたします。はい、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 はい。もう僕は、もうやりますよ。言っておきますけど。はい、はい。お邪魔します。よし、なんだよ、傭兵が進めてますね、かなり。傭兵がはいはい、もういるの知ってますよと。あ、やべ、あ、ウルト溜まった、あいつマジか。
右右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 右ちょっと強いのかな、グリーン。ここ裏取るの強い多分。お、当たってねえぞ。ちょっと待って、俺今集中してるから、今めっちゃ集中してるから。はいはいはい、なになになにそれ、いい感じじゃったのこれ。ああバカ、ちょっと殺してください、殺してください、僕を殺してください。いやマジか、取っちゃうのやばいな、これ取っちゃうのやばい。オーケー、やば、待ってミスった、ごめん、マジか。立て立て、ミグル立て、やばい、クソ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 。オッケー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 、これ一回詰める、詰めた方がいいな。待って、俺めっちゃ今集中してから、バカ集中してからそっち行く。え、どこ行った。おー、ブッシュの神グリームじゃないですか。いい感じのブッシュ使いになります。やば、いやーマジか、だるいなこれ。よいしょー、あーで俺も取っちゃった。イエーイ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 ナイスナイス。お、ナタくんうまい、ジンやばいやばい。オーケー、あ、取れないんだった、忘れてた俺。ミクロ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 、右ミクロ右、そしてグリーン。アホやアホや、おいしい。あ、だから両辺も取ってんのこれ。イエーイ、やったぜ。なんか俺もだけどグリムもアホっていうね。オーケー、ジージーということで、BO3 だから、あれ今何の、あと1回取ったとか、あと1戦ですね、あと1戦取った方になります。ということでキムチがね、はい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 、これね次変えますか。じゃあてなわけでトロッコで今回やっていきたいと思うんですけども、ここはね普通にマルチだと嫌われるけど、こういう楽しい時はね結構必需ということで、フレンドゲームモロッコ嫌い、はい、これちょっとモロッコの人に嫌われるよそれ。はい、ということで、ですね、やっぱね、トロッコはね、フレンドバトルではめっちゃいい、楽しい、こういう時はそう。でも、マルチの時はかなり、うんちっちなんで、僕はこれを使っていきたいと思います。ということで、ポチッと、こっちキムチが、モーティ使います。こっち、OPOP 面、両兵が、モーティ使うんで。で、ですね、これ勝った方が、勝ちということで、やっていきましょう、ポチッと。勝ったら焼肉おごりということで。いいの、本当に。いや、俺が。それ、ね、俺が。いやいやと。さあ。まあまあやっぱフランケンですよね。時代はフランケンなんで、僕はフランケンでいきます。いや、トロッコ、あー、それはね、あー、バカじゃん、俺死に行こう。死にやすい、死にやすい。めっちゃ死にやすい。殺してください。やばい、やばい、やばい、やばい。もうけ、あほ。結構キムチやったね、今ね。入っちゃった、入っちゃった。いや、マジか。なんだ、ちょっとうまいの。やべやべやべ、ボコ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 、やばって、やっぱサンディエグいな、サンディの目、サンディがマジで強え、おかしい。まあ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 、そこはね使わなくていいよ。ちょっと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 、サンディ強すぎ、マジ何もできない説浮上してね、これだよ、おるい。嫌いすぎ。嫌いすぎでしょ、サンディ。いやー、外した、ナタうめえし、ちょっと。ナタうまい。え、ちょっと待って、ローサバカ強くね、ボコボコやん、これ。やばいやばいやばい。いくよ、いくよ。ウルトだけ貯めていこうかな。やばやば、引かれる。なんだよ、おい。おい。いや、マジだる。いや、もう、最悪。サンディバカじゃん、超強いじゃんこれ、おごりだということで、おごりません。サンディが強いからおごんない、もうサンディが強いから僕はおごんないということで、なるほど、ということで BO3 なんで、勝ちはね、グリームチームということで、おめでとうございます。ありがとうございます。マジ普通にサンディやべえ、サンディやばいっすね、うん、サンディ使う、なんかね、多分こういう現象に陥るよね、僕も。サンディ使うと罪悪感っていう。
うん、ちょっとわかりますっていうね、あれに多分陥ってくる今後みんなもうね、わかるそうって感じなんで、まあ結果ね、サンディが強いんで解放してくださいって動画になりましたということで、皆さんこういう感じのね、動画良かったら、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこういうなんか動画なんかいい企画あるよって人はコメントにね、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで終わっていきましょう。皆様それでわだバイわだ。